はい、じゃあ行きましょう。今日からスタートのコンシェルジュさんですね。はい、超かっこいいぞ。では自己紹介からお願いいたします。はい、こんばんは、カモミと申します。職業は小説家です。もうそれ先に締めるー、締めるー、自己紹介終わりました。おしまい。小説家の方初めてでございます。本当にちょっとかっこよすぎませんか。絶対的に黒だし金髪だし、金髪ね、ラグラスだし。ようこそクリスタルへ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。1週目と3週目で登場していただきますので、はい、はい、小説家さんですね。現在書いてらっしゃる、今いろいろチャレンジしているところで、はい、過去に、出した本は恋愛、まあ、大人の辛口のね、辛口の恋愛の、小説を、書きました。ちょっと変わった主人公。今まで何冊ぐらい。今まで4冊ですね。4冊、はい、で今じゃあ今ちょうど出筆中ですか。今違うジャンルに挑戦しようとして、はい、今いろいろ試行錯誤してます。あ、ずっと恋愛、辛口恋愛を4冊みたいな、今はそれ全然違うジャンルですね。ミステリーとか恋愛も書くんですけど、うん、ちょっと和物を書きたくて。時代劇、時代小説、時代小説を書きたくて、ちょっといろいろ悩みながらやってます。大変これいつ発売のものを今書いてます。まだまだいろいろとエントリーしたり、見てもらったり、ダメ出しされたり。そうなんだ。時代の言葉はこれ違う。ああ、そう。時代物とか言うとそうよね。もう全然変わるでしょう ね。言葉って位によって、髪型も服装も言葉も生活も全部違うので。覚えてられない。私。作詞とか短いエッセイとか短いものを書けるんですけど、その小説って主人公とか登場人物を全部覚えてなくなっちゃうけど、ちょっと人物が増えていくと、リストに戻って誰だっけこの人って名前もやっぱりあるんですか。あります。このお店の商店のご主人名前なんだっけって、自分で戻って、ね、全部書いてるところに戻って、設計図書いてるんです。そこに戻って、あ、なんで忘れるんだよって思いながら。そうなんだ。なんとかべえとかね、名前が慣れないもんで、なんとかのすけとか。皆さんいろんな書き方されるんでしょうけど、はい、いろんなタイプがあるんで、ですよね、きっとね。とストーリーがもう全体的が頭に浮かんできて、ダーッと書いていくのか、徐々に、あ、そうしてこうしてこうしてつながっていくっていうふうに書くのか。最初に全部作ります。あ、最初に、はい、もう一個もう、登場人物から、全部設計図作って、登場人物の年表も全部作って、で、そこに全部誰を織り込んで、どういうストーリーにっていうのを全部作った上で、書いていくんですけれども、書いていく途中で悩むんですよね。どうしようかな。あ、ちょっとこれ違う。あ、これ資料取りに行かなきゃって。だからそう、もういちいち悩んでます。面白いね。もう初めての世界だからなんか。そうなんだと思って聞いてました。ただ、だからほら、何ページぐらい、何ページぐらいのものを書くんですか。400字詰め原稿用紙に、まあ今ちょっとチャレンジしようと思ってるのは300枚から400枚ぐらい。どのぐらい読み直すのだってさ、どのあたりだったっけっていうのがね、ものすごく複雑で、ものすごく緻密で、全然正確に合わないんですよね。緻密じゃないから。ぜひね、カモミさんのね、Facebook のね、文章見てもらいたいのも、続行になりますよ。そうですね。ハンサムなの。ありが
がとうございます。ね。もともと、あ、でも、4冊っていうことは、もともと初めからお仕事をするのが小説家さんから始まってるんですか？いえいえ、全然。いろんなことをされてきて。紆余曲折。あ、種々雑多。少しずつ、じゃあ、発表してもらおうかな。もう過去にね、悪いことばっかり言ってんで、顔を出さないんで、ちょっとフェイスブックも顔を出して。まあね、全体的にはちょっとね、悪い感じはしないけど。生かしてる感じだけどね。本当にカモーンって感じでいいですよね。花で、はい、花で、小原志文次郎のもんですね。その名前ご自分でペンネームとして小説を書くときにつけたの、ペンネーム、もう本名です。すごくかっこよくないですか？かっこいいです、自分で言うの。素敵。え、花と書いて、あ、あれがもう本名なんですか？はい。素敵、素敵。絶対あのペンネームだと思ってた、うん、よく言われます。じゃあもう心配することなくもうそのまま、うん、ね、うん、ペンネームとして素敵だもんね、そうなんですか、楽しみです ね、 ねえ、ちょっとこれから小説家さんでコンシェルジュさん今までいないので、はい、ちょっとどんな風にあの頭の回線がなってるのかぜひ覗きたい。シンプルですよ。何ですか、はい、とってもどんなことしてったらその小説に織り込んだいろんなストーリーがあるのか小出しにしていただいて、うん、小出しにしていただきたいと思います。かしこまりました。あと裏話とか、あ、いっぱいあります、ね、こんなことあるよとか、いいね、それはいっぱいあります、ね、うん、それ聞きたいですね。もう溢れんばかりの。本当ですか。じゃあそれちょっとシリーズ化しましょうか。じゃあ今月からあのクリスタルの本気なんでね、はい、マジルさんとして小説の話をいろいろ聞けるぞ、楽しみです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。必ずハンサムで現れてください。分かったわ。ありがとうございました。ありがとうございました。